久保さんあの、堀江さんがですね <laughs>、あの、久しぶりに堀江さんのチャンネル行って、堀江さんどんな動画アップしてんだろうって見てたんですけど、なんかあの、コオロギのね、なんか一時期、その、コオロギを、あの、調理実習かなんかに入れて、で、親からコオロギ食わせないでくれみたいな反発があって、なんかその、ちょっと、ちょっとプチ炎上したんですよね。で、そこに対してなんか堀江さんが、なんかすげえ、 あの、コリエ節があって、いや、コオロギなんか食わなくていいやん、食いたいみたいな。やめてくれみたいな。で、ほんコオロギやってる人は申し訳ないけど、違うベクトルで頑張れ、頑張った方がいいよ、みたいな。めちゃめちゃズバッと切ってて、爽快、爽快というか鬼のごとく切ってたんで、なんか、あの、コオロギ頑張って、食用で頑張ってる人たちが見たら、結構縛れる、絞、絞られるな、みたいな。 そう堀江さんもやってますからね時事ネタニュースすぐすぐ堀江節でこうやってて結局それが一番アクセスを集めてるというかあの脳編集でね、うん、そうコオロギね僕はまあコオロギ別にいいんじゃないかな食べたい人は食べればいいんじゃないかなってただそれだけですね、うん、別にその正解はないんで、うん、これが美味しいっていう人はその肉がうまいっていうね 肉は最高だっていう人もいれば肉めっちゃ嫌いっていう人もいるし人それぞれなんでもう別にコオロギがうまければいいんじゃないですかそれって。っていう僕は見解ですよね。好きなように好きなものを食ればいいんじゃないかなっていう。だけど一個人の意見として言うことによって賛同を得たりとかね。堀江さんその通りですと。コオロギなんか別に食わなくていいよねみたいな <laughs>。賛同を得たりとか得なかったりとか。面白いですね。